皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、このレッドテールキャット、レッドテールタイガーショベルノーズキャット、この2匹について語りたいと思います。とにかく成長が早いレッドテール、そして攻撃的な個体も多いということで、まあ私も全く誤算ではあります。というのはですね、まあそもそもレッドテールとかレッドテールタイガーショベルとか、やっぱりナマズの種類はですね、そこの方にいる魚なので、やっぱり、まあ、脇役というかですね、あんまりこう、なんて言うんでしょう、主役としてもっとこう、まあアロワナを泳がすとか、それからピラルクを泳がすとか、いろいろ考えていたんですね。ところが、まあ以前にご紹介したようにピラルクに攻撃的になってしまって、ピラルクが暴れて飛び出してしまったという事故がありまして、まあ、なかなか他の魚をここに入れられなくなってしまったという感じですね。でもちろんこのレッドテールキャット、それからレッドテールタイガーショベルノーズ、これだけでもですね、かなりまあ面白い魚で、ナマズとしてもすごく魅力的なんですけども、なんとなくまあ水槽としては寂しい感じがあるんですよね。これ、まあ、これ批判覚悟で言っちゃいますと、やっぱりこの脇役的な存在ではあるので、まあ、主役が欲しいという感じで考えますと、やっぱりもうちょっとなんか、例えばキクラを泳がしたいとか、中間層にかっこいい魚がいたらいいなとか、いろいろ思うわけです。ですから、まあ、この水槽を見てですね、でかいナマズがいるなっていう感じにはなると思うんですが、やっぱりもうちょっと欲しいところなんですね。でポリプテルスのワイルドのでっかいのもいるんですが、これもまた脇役なんですよね。なので、まあちょっと水槽を飾るにはやっぱりもうちょっとこう段階を踏んだりとか、なんかこういろいろちょっとまあ誤算があったかもしれないなと思います。でレッドテールキャットに関して、うかつに安いから可愛いからといって、コリドラスよりちょっと大きいサイズの稚魚をですね買ってしまうと、私のような結末が待ってます。多分ですね、1年でこのサイズですから、だいたいまあ普通の水槽で例えば60センチとか90センチの水槽で飼育してしまったら、まずお手上げですよね。引き取りなかなか厳しいと思います。高い魚ではないというのもまた問題なんですよね。高い魚であれば引き取りがいっぱいできるんですけど、そうではないっていうところで、このでかい魚欲しい人が出てくるのかっていうところがやっぱりありますね。ですのでなかなか慎重に考えなきゃいけない魚だと私は思ってます。私はまあレッドテールキャットってものすごい好きなので、でレッドテールキャット好きな方ものすごい多いと思うんですね。YouTube に上げますとやっぱりすごく見ていただくこと多いんですけども、最初本当こんななんですよね。こんなが、じゃあ何年も前の話かって言ったら、ほんの1年ちょっと前なんですよね。でそこからの成長のスピードが速いのと、それからまあ何度となく同居魚を食べようとする、同居魚を食べようとするということを起こしながら今に至ってるわけですけども、やっぱりこの存在感はありますけれども、やっぱりまあなかなか大変な魚だと私は思います。だからまあ皆さんに注意しておきたいなと思うのは、うかつに手を出してはいけない魚ですね。本当に最終形を考えて、水槽のその位置という、なんでしょうね、例えばこの1800の水槽を持ってた場合に、最終どのぐらいのサイズに何がなるかっていうのを考えて順番に入れていかないといけないと思うんですけども、まあこの水槽に先にレッドテールがでかいのが来ちゃったらもう無理なんですよね。もう入ってくる魚攻撃しちゃいますので、まあそういう難しいところに今来てますね。私の水槽は後から、例えばシルバーアロワナがでかくなったからって入れようとすると、最初はやっぱり縄張りを犯してくるってことで攻撃してくるでしょうし、相当大きくならないと入れられないですね。なので、まあ、このナマズたちよりも大きいサイズになることがあれば、シルバーアロワナをぜひ入れたいと思っているんですけども、まあ、その辺がですね、育成水槽でそこまででかくなるかっていうのも問題になってきますね。という意味では、まあ、私のこのアクアライフとしてはですね、ちょっと失敗してしまったのかもしれないなと、手順をちょっと間違えちゃったのかもしれないなって最近思ってます。この水槽今後どうすんのっつったら、もう身動き取れないですからね。まあ期待したいところはシルバーアロワナがすごく大きくなる、もしくは
大きなシルバーアロワナを迎え入れて、そこをまず突破して、その後ごちゃごちゃシルバーアロワナを入れていくと、まあ、これがですね多分可能性の中の一つだと思いますね。ただ大きな魚が入っても攻撃しちゃいます。例えばうちのネオケラドドゥースはだいたい80センチ近くあるんですけども、これもいじめられてボロボロになっちゃいましたからね。なのでまあ攻撃性に関しても問題ありですし、この大きさ、それからそのなんていうんですかね、成長のスピード、まあいろんな面でですね、本当になかなか考えなければいけない魚たちというふうに思ってます。それでもですねすごく魅力があって、じゃあ引き取りして誰かに飼ってもらおうというふうには思わないですね。まあなんとかね、あの最後まで飼えたらいいなということで、まあいろいろ水槽を変えたりとか、まあいろんな工夫をしてですね、あのせっかくのご縁なんでしっかり飼っていきたいなというふうに私は思ってます。まあ最後に一言ね、レッドテールキャットをうかつに手を出さない方がいいですよ。本当に餌もたくさん食べますし、成長早いですし、引き取りもなかなか厳しいということを考えといた方がいいかと思います。それでもレッドテールキャット大好きな方はですね、やっぱりぜひこの動画を見て参考にしてください。ありがとうございました。